はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は靴の収納方法を紹介したいと思います。我が家にはシューズインクローゼットがあるんですけど、ちょっと私も主人も靴が多い方で、一箇所にまとまらず何箇所かに分けて収納しているので、それを全て一つ一つ紹介したいと思います。で、ちょっとまだ改善しなきゃいけないなっていう箇所は何箇所かあるんですけど、とりあえず今はこういう感じで収納してますっていうのを紹介します。はい、ということで早速スタート。はい、シューズインクローゼットの中はこういう感じになってます。はい、で、この棚はもともとマンションについてるものなんですけど、高さとかが変えれて、で、こっちは自分で楽天でなんか買ったものです。はい、で、こうやってね見るとわかると思うんですけど、ほとんど旦那さんの靴です。スニーカーとか、下にはもう入りきらなかったブーツとかで、上から見ていくと登山の靴とか、もうブーツとか、これはね、私のディズニーとダイアナのコラボの靴を大事に箱にしまって置いてあります。あとは旦那さんの靴ばっかり、この辺は私のもあるんですけど、はい。で、こっちは私のものかな。で、こっちはまた旦那さんのもの、こっちは私のブーツで、こっち側は私のシューズとかブーツとかがあります。あー、怒っちゃった。で、こういうのがあって、一足をこういう感じで重ねて収納できるものが、これもね楽天で買ったんですけど、こういうのを買うと収納のスペースもまた新たに生まれるので、たくさん収納できるかなと思って、こういうのを使って収納してます。はい、なんかこの幅が2種類あって、細いものと太いものがあるので、太いものは旦那さんの靴をしまって、細いものはだいたい私のピンヒールとかシューズとか、こういう風にしてます。で、もうちょっとこれを買い足して、こういうシューズとかも同じように重ねていけば、もうちょっとね収納スペースができるかなって思ってます。そう、こういう感じです。はい、で、下には前ハマってたセグウェイで、クロックスはよく履くので手前に置いてます。ちょっとこのブーツとか本当に捨てられない精神、本当にね、男の人ってなんでこんなに靴をたくさん集めるんでしょう。まあ私も人のこと言えないんですけど、ちょっとこれはありすぎですよね。で、こっちには同じ傘を何本もこういう風にかけておいてあります。はい、こういう感じです。で、ここだけじゃないので、まだちょっと紹介します。で、玄関の横のこの収納ボックスにも旦那さんの靴がちょこちょこ入ってます。はい、これはね、靴ひもとか入れてます。で、上には結婚式とかで履く靴とかを箱に入れてしまってて、上にはね紙袋とか入ってます。で、次に廊下の収納のこの中にもね入ってるんですけど、ここはちょっとこの幅、この空間がすごくもったいないので、ここもなんか収納方法をどうにか考えて、うまくしまえる方法を考えなきゃいけないかなと思います。
そういう感じです。またこっちにもあって、はい、こっちにはこういうシューズボックスを買ってしまってるんですけど、この大きい方には旦那さんの夏のサンダルとか B さんとかスポーツで使うシューズとか、こっちちっちゃい方には私の夏の靴とかヒールとか、あとはビーチサンダルとかが入ってます。このシューズケースも楽天で買ったものです。これもすごい便利で、こうやって詰め込んで収納してます。はい、ここは私のウォークインクローゼットになってるんですけど、この洋服の下にちょっと箱に入れたまま重なってるような状態になってます。ちょっとこれは箱に入ってると何が入ってるか分かりづらいから、廊下と同じようなああいうケースでちゃんとしまい直してここに並べようかなって考えてます。はい、でこれだけね、ちょっと普段よく履くので、蓋を開けて一番上に置いてパッと取り出せるようにしてるっていう感じです。はい、では以上になります。はい、という感じで我が家の収納は以上になります。これからね、子供も大きくなっていって靴もきっと増えていくと思うので、できるだけ私と主人はしっかりと靴をね、断捨離してちゃんと見直そうかなって思います。はい、で自己紹介動画でも言ってるんですけど、私収納が好きで、なので今回は靴の収納だったんですけど、次回からは洗面所の収納だったり、キッチンとか、まあ冷蔵庫の中身の収納とかっていうのをどん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 紹介したいなって思ってます。はい、収納方法とか知りたい方いたらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。